はい、今日はまた、ちょっと珍しい魚が入ってきました。トキジャケ、銀ジャケに次ぐ鮭シリーズ第3弾、ベニジャケです。ね、天然の羅臼産ですね。ベニジャケは養殖されている魚ではないので、あればって天然なんですけれども、結構珍しいです。見てください。やっぱりこうね、背中が銀色に輝いてて、お腹がこういう風に白いのが美味しい、鮭の特徴ですね。珍しいので、これも召し上がってみてください。紅鮭でした。